ああ、いいですか。はい、はい、なるほどね、はいはいはい、もし石丸市長がサンフレッチェの運営側であったらどうしますか。どんなことをしていきますか。難しい質問ですね。というのは今すでにかなりサンフレッチェの中はこう取り組みをされていらっしゃると思うんですよ、うん、なのでさすがだなと思って拝見していることが多いです。でもあえてその行政にいる立場、市長としての何かを申し上げると、それこそ地元行政とこうタッグを組む、うん、これをもっとされてみてはどうかなと思います。今は秋田方市マザータウンで広島県であったり広島市というパートナーシップ連携はあるんですけども、もう全市町ですね、全県をがっつり巻き込んで、広島県はサンフレ応援するよねと、もう生まれた瞬間からサンフレのサポーターになりますよね、はい、みたいな。ああ、なるほど、はい、出生届と同時になんかファンクラブのあの同時にいいですね、フルとかですね、はいはい、会員に、はい、私もこの前会員になりまして、はい、ゴールド、はい、ゴールド、はい、会員になったんですけども、あれをもう自動的に出生届と交換で、うん、はい、なるような、はい、こう地元密着ですね。なるほど。というのももっとあっていいかなと、うん、はい、出生届ともう年間パスみたいなのを同時にこう出すみたいな感じで、まあ、役所もそれに対してもう横にはクラブの、ね、はい、職員がついてるみたいな。そうですね、福祉保健部にサンフレかっていうのがあってサンフレの届け出はそこで、そうですね、はい、ワンストップで時々あの応援に、ね、ジムを来ていただければ。そうですね、そうですね。どうですか、アンバサダー、うん、市役所の中にサンフレ課を作りましょうね。そうですね、そこのちょっと受付側にこう窓口に ね、ゴールさんに匿名課長とかにいいですね、いいですね、いいですね。でも本当に一つ行けばそれがスムーズに、済んでしまうっていうところでいうと、ぜひちょっと小江さんにはクラブ側に持ち帰っていただいて、はい、自治体行政とクラブのこうね密な関係っていうのを、いや、いいですね、うん、確かに。やっぱりこう身近に感じてもらうってことが一番、うん、本当ね、サンフレッチェを応援したいとか、うん、サンフレッチェに入りたいとかね、子どもたちが思うところだと思いますんで、うん、ちょっとこう身近に感じていただけるような仕掛けをね、うん、ちょっと参考にしたいと思います。そうですね、本当に難しい質問でしたけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。